ちらデビさん今踊っているのは中学生なんですよ。本当に？はい、中学生なんです。川口市立西中学校のダンス部です。公立中学校で全国唯一の社交ダンスを行う部活動として有名で、幼い頃からダンスをしてきた生徒やジュニア大会で受賞歴を持つ生徒など多く在籍している、本格的なダンスに取り組んでいるダンス部なんです。二重の円になって外を向いてっていうのが変更点なので気をつけておいてください。この日、川口西中学校ダンス部は川口老人クラブ主催の社交ダンスパーティーでお披露目するため本番前に練習しているところでした。久々に何年ぶりかで鑑賞させていただきましたら、3年ぶり4年ぶりぐらいですよね。はい、もう本当にね、涙の顔でございます。練習風景を見て感動していたのは、川口市老人クラブキューポラ川口の内田さん。キューポラ川口では例年社交ダンスパーティーを開催していましたが、コロナ禍で3年間中止。社交ダンスパーティーでは毎回地元の川口西中学校のダンス部のメンバーを招待していました。皆さん中学生たちのダンスを見るのをすごく楽しみにしていたんだそうです。そして今年ようやく4年ぶりに復活となったんです。もう3年、丸3年できなかったですからね、4年目ですよ。今日はやっと踊れるかっていうのはね、コロナでやらなかった、楽しみです。楽しみですね。これだけが楽しみで来るのよ。川口西中学校ダンス部、練習を終えてほっとしているようですね。もうすぐ本番。みんな緊張しているかな？緊張してるけど楽しみです。松の人たちと関わることがあんまりなかったので、すごい楽しいです。こういう会があっていいなって思います。自分たちが今まで練習してきたことを精一杯出せるように努めたいと思っています。頑張るぞ。この日は川口市長をはじめ多くの来賓客が参加。4年ぶりの川口西中学校のダンス部による社交ダンスを見るのを楽しみに多くの方が来てくれましたよ。川口市でも埼玉県でも社交ダンス部とない全国的にも稀な部活動なので、はい、非常に貴重だと思います。そうですね、中学生が頑張るしている、ね、姿をぜひ見てもらいたいなと思いますので、はい、本格的な社交ダンスを行うのは全国的に見ても貴重と言われている川口西中学校のダンス部。それではいよいよお披露目です。4年ぶりともあって会場は大きな拍手に包まれていました。元気もらいました。本当に若い頃ダンスやってたからあーっと思いましたね。相当練習したんだろうなと感動しました。透明さも綺麗でしたね。いいもの見させていただきました。クラブの子供たちがねこうやって来てくれるっていうのがね、
これちょっと嬉しいなと思うんですよ。そこに、ね、花を添えてくれるっていうのがね、嬉しいなといつも思うんですよ。西中学校の生徒さんと会員の皆様が心を一つにして盛大に終了することができましたこと、本当に嬉しく存じます。川口市老人クラブ、キューコラ川口主催の社交ダンスパーティーに4年ぶりに復活した川口市立西中学校ダンス部、次に控えている大会に向けて練習に励みます。緊張したけど楽しく踊れたし、いろいろな人から拍手いっぱいもらえたのでよかったと思います。一緒に見てる人もやってる側も一緒につながれた感じがして楽しかったです。それとっても緊張しててすごくどうなるかなって思ってたんですけど、皆さんすごい拍手くれたり笑顔で声もかけてくれたりしてくださったので、みんなダンス部みんな楽しく踊れて、いいものにできたと思って、夏に大きな大会が控えているので、これ終わって安心せずに大会に向かってこれからも頑張りたいと思っています。川口西中社交ダンス部、おはよう。全国大会頑張るぞ。We'll be right back.